間、床とバストラの間を数センチ開けると、そうするとなかなかローがよく抜けるので、いい音がします。で、ペダルして、次タンクつけます。結構時間かかりますな。よし、タンクつけます。なんとなくくっつけました。なんとなくね、カメラのアングルが悪いと。ほんで、なんとなくくっつけて、叩いてみよう。はい、チューニングが終わったら叩いてみようのコーナーがやってまいります。これヘッド違うんで同じ音しないですね。なんてことは気にせず、thank you.
い音鳴りますってできたら終わりです。はい、終わり。